死り神社は、鳥取県鳥取市地にある神社。式内社で、旧社格は豪社。鳥取市南西部の死鳥集落の西側にある山の中原に鎮座する。環状年月は不明だが、和文部がその祖神を祀ったものと伝えられる。縁起式神明朝に乗る高草群七座の一つで、中世以降は五歳人の大名口の命が七つの名を持つことから、 七体大明人と称してうぶすながみとされた。天正年間に藩主池田光中が車両一隻三と一章七号を寄進するなど鳥取城南西の方位の守護神として数形された。江戸時代は藩主のみでなく庶民の数形も広く、明和元年の戦宮には王将屋が軍中を代表して米俵を奉納。文化七年には軍武行が銀百問目を奉納。 また、節分祭には広く、金剛よりの参詣者が集まるなど、合観修書の進行は、稲葉一円に及び、昭和初期まで続いた。明治元年、しとり神社と改称。同四年に尊社に、列格、大正四年新鮮平白領教進神,神社に指定、大正八年に、本殿、平殿、拝殿、社務所を改築、昭和十八年十月一日号社に昇格する。図は、 とも読み、絹織物のことを指す。旗織を行とする和文部の民がこの地に居住し、祖神、雫、竹八地の命を放祭したと伝えられている祭神は、竹八地の命、大名討の命、兵、主神、竹見一地命のよ柱。神は、稲葉の巣兎で、白兎を助けた、大国主名がこの地から八丈姫に恋文を書いたと伝えられている。 大国主名の恋文は、文の文字や、絹織物の巻物から連想されたものとされる。職日本紀は道5年秋7月の城下に、稲葉国にお手綾に二を織りらしめられしようきせるに、いつてこう触れば、これの年以前見に当社祭人、竹八地の命の子孫に、して、山和国葛木地方に、元織を、有識織を、豪とせる山和文部の部民が、 当地に、代王しても通りに十つけしとり号を、なしつつ祖業を継承しらいたりし者の軸、やがてそれのうちの神々に、して行祖神、たる竹鉢土の命を、放塞して当社を創始せるものと資料せらる。古代における稲葉、放器の工業生産は、当時比較的生産の進んだ、また、文化の進んだ地帯にあったかと思われる。元白に各国の養産業と農民の生産の、 状況を見たとき、注意を要することは、これらの絹製品は、蝶のための生産物であって、一般農民の生活に使用されたものではなかった、ことである。高級絹織物の生産地について、俗に本紀、和道5年7月神後の城を見ると、伊勢国をはじめとして21カ国が挙げられている。その国々の中に、稲葉、宝器の2カ国も含まれている。稲葉、 法規における聖織関係の歴史は古く、かつ、盛んであったことが立証できる。すなわち、錦綾の生産と関係の深い錦色部の所在は、稲葉国高庭省に、二色部品、布女の人名が発見されることから想像できる。また、島織と言われる、シズ布についても、古くからシズ組織のあったことが証明されている。一人組織、 は文部の全国分布表を作成すると、山陰地方と東海地方に集中することは、すでに、上条丹の女井上達夫らによって明らかにされたことである。すなわち、演儀式に記載されている、一人神社は14社であるが、そのうち、6社は、山陰道に、5社は、東海道に、2社は、東山道に、2社は、機内に、それぞれ分布している。また、 縁起式に載っていない静関係の神社は8社あるが、そのうち7社は東海道にある。稲葉、宝記に関する一人神社その他のものを挙げると、稲葉では、縁起式、新名庁、及び和名称の両資料に、高草軍に、一人神社のあったこと、また、平安異文に高に和尚の人として、一人正広なる人名が記録してある。稲葉国、宝記国ともに、 大体、一人神社の所在するところは海、河川、湖障に近い高台にあることが共通的である。この現象は全国的に共通する条件でもある。そうすると、大和文部は、海人部と関係深いべ民であったこと、生殖技術の面から、果たしとの関係も考えられるであろう。以上のごとく、大和文部が高く探高だかに小に、また、 河村軍に存在し、高級ギヌ生産に当たったことはほぼ間違いがない。そして、これらの高級生産物は、中央貴族の基地品であったであろうが、次第に民間への技術普及とともに伝播していったと、考えるべきであろう。地図の少ね水本殿は一軒車流れ作り、銅板武器にて、大正8年改築す。同年に軒四方の廃殿も改築し、車地を広大整備す。 平田二軒一軒にて、昭和十二年廃築、同年新宣伝新築、昭和十七年で水車新築、その他三郎所、及びうじの祖霊を祀る祖霊ー社あり。境内壺数747壺。昭和九年当時469壺。境内に、婦人の血の道の霊薬と伝う、地図の少ね水あるも、現在はその聖鮮は使用されず。また、 社前、大井出下半に、新宣伝あり、一時古人武となるも再びとなり、人支伝として用いられていた。一の鳥居は、明治二年岡村市左への封建世ものにて、石像、高さ一条横八尺、最近まで、市鳥神社の、変額あり。造営は履行され、聖徳五年から慶応三年まで十八回、行われた記録あり、また、 社殿の屋根吹き替えは13回に及んでいる。かの上手、亀井これのりが奉納した宝刀。ありがとうございます。